フェドロのパーラー来季巨人入りあるん一発。おお、懐かしい名前。懐かしいよね。パーラ。パーラ。2020年読売ジャイアンツでプレーしたジェラルド・パーラ選手ですね。いたな。が最近ちょっと SNS にぎわせてると。あ、そんな。いう情報が入ってまして。迷惑系の？いえ、迷惑系ではなく、ちょっとね、今流行りの匂わせ。匂わせ。が。あってちょっと巨人入りあるんじゃないかって今噂されてるんで、ちょっとそこら辺で深掘りしていきたいなと思ってるんですよ。今日巨人入り？巨人入りなんですよ。はい、あ、そうなん。はい、じゃまずですね、はい、まあそのパーラ選手のちょっとプロフィールから、うん、はい、説明させていただきたいと思います、うん、1987年5月6日生まれ34歳の選手ですね、180cm95kg、左投げ左打ち、うん、で外野手と一塁手を主に守る選手でございますね、うんうんうん、で、経歴を説明すると、はい、まずダイヤモンドバックスに入団しまして、14年までプレー、14年のシーズン途中でブルワーズにトレード移籍してますね、はい、そして15年の途中でまたオリオールズにトレードで移籍というところで、はい、オリオールズ時代、はい、僕らね、パーラ選手多分見たことあったんですよ、この時から。オリオールズ、うん、あら、コージ・ウェアルさん、あ、じゃないですけど、実はですね、当時マリナーズにいた岩隈投手がノーヒットノーランした時に、はあ、このパーラ選手が最後の打者だったと。ああ、でファーストヘッドスライディングしていや、そこまではちょっと分かんないですけど、そうなんです。なので多分当時のニュース映像とかで、はあ、最後のバッターってことは見てる可能性高いですよね、はあ、でノーヒットノーラン達成した時の最後の打者、はい、でその次の投手シーズンから FA でロッキーズに移籍しまして、うん、17年にキャリアハイ、うん、3割0分9厘10本71打点という成績を出したっていう選手ですね。すごい。はい。その後は19年、ジャイアンツ。うん、メジャーのジャイアンツですね。ああ。はい。に移籍しまして、シーズン途中でナショナルズ。めちゃめちゃ映ってるじゃん。めちゃめちゃ映ってるんですよ。に移籍しまして、応援曲を、打席に入る曲を、うん、こうですよ。あ、シャーク。ベイビーシャークに変えて、大ブーム。で、ナショナルズもワールドシリーズ制覇で、はいはい、一躍人の、時の人となったわけですね。そしてその翌年に読売ジャイアンツに成り物入りで入ってきたと。成り物入りだったか。そうですね、メジャーでバリバリ、メジャーでバリバリやってるさ選手ですからね、はい、ただ巨人に来てからは、右膝の故障を8月に発症しまして、うん、10月に治療のため帰国で、そのまま退団。途中で帰ったか。そうなんですよね。そして21年またナショナルズにマイナー契約で契約したんですが、メジャーに復帰しまして、去年もメジャー出てるという形ですね。あ、それはいい情報だね、うん、仮に帰ってくるなら。そうですね。なのでまず MLB 通算成績出しましょう、はい、こちら1519試合出まして、90本塁打、532打点、うん、打率2割7分5厘、うん、オプス 0.725 と。すごい。うん。まあメジャーの選手ですよね。そして NPB 巨人にいた時の成績が47試合に出場しまして、4本塁打13打点、打率2割67厘、うん、オプス 0.689 というところで、まあ年齢も年齢ですから、うん、あと故障のね、影響でちょっと試合数これぐらいにとどまったと、うん。まあコロナの時ね、試合数少なかったシーズンではあるんで、まあさらにそれがね、追い打ちになったかなと。そして昨年の成績、うん、昨年のメジャー成績が53試合に出場しまして、2本塁打10打点、打率2割3分7厘、うん、オプス 0.643 と、はい、まあそこちょっとね、不審、打撃は不審かなというところですけども、うん、しっかりメジャーに復帰するっていうね、うん、自力はあるのかなっていう成績ですね、うん、これ見ると、はいはいはい、で、冒頭に言った SNS を匂わせ、匂わせよ、うん、こん、まあ、前にお話しした時は球団をフォローするみたいなあったんですけど、あったね、はい、今回もっと直接的です。1月13日、はい、自身の公式インスタグラムで、はい、ハッシュタグ東京ジャイアンツというハッシュタグをつけまして、東京ジャイアンツ、東京ジャイアンツ巨人時代でのプレー写真を公開したと。はい、見逃せなんそしてそのインスタグラムをツイッターでもリンクを貼ったんですね、うん、そのツイッターで円東京、うん、現在地が東京都新宿区になっていたっていう、観光に来てただけじゃないもういるのか。ただもう今東京にいるなら
交渉が水面下で進んでんじゃないかっていう感じでファンの中で今8人目の助っ人外国人、巨人の新宿、うん、まあ巨人、東京都は文京区ですけど、うん、うん、まあそうやって今話題になってるっていう感じなんですね。これ出したら新宿に宿というか家を借りたのかもしれない。まあまあそうですね。まあただですね、これちょっとこの位置情報っていうのは、うん、インスタグラムはいじれるらしいので。あ、そうなんだ。あの追加でね、位置情報を足せるらしいんで、うん、東京にはさすがにいないんじゃないかっていう説も今飛び交ってます。だからアメリカで投稿して、はい、そうですそうです、ちょっといたずらみたいな感じで新宿にした、まあまあそうね。ただまあ巨人ファンとしては、まあもし仮にアメリカから投稿してくれても、こうやって巨人をインスタに上げてくれるのは嬉しいことだよねみたいな声も上がってますよね今。嬉しい。いや俺エルドレッドが売れるよカープハッシュタグ広島カープ普通にいいだけど、まあだからそれで今パーラ選手、はいはい、ちょうど支配価格的には問題ないですから、あ、うん、で外国人も8人目を取るんじゃないかっていう話もあって今いろいろね騒がしてるわけですよ。まあだから仮に取ってもレギュラー本命ではないよね、保険みたいな要素だよね。まあそういうことですね。でいろいろビザ、来日のやっぱりビザが大事じゃないですか、外国人。調べたんですけど、はい、僕はねこの話聞いた時に、あ、なるほど、うん、ポランコ選手、ウォーカー選手が来日間に合わないだろうから、その隙間っていう保険も含めて、うん、前来てたパーラ選手を取るのかなと思ったんですけど、うんうん、よくよく調べるとパーラ選手も去年は MLB にいたから、うん、あのポランコ選手、ウォーカー選手と何ら変わりない状況だと、うん、そうだないうことなんで、そういう保険的な取り方はないんじゃないかっていう感じですね。だとしたら本当に新宿にいる。そう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 、シンプルにね。まあただない話ではなくて、はい、昨年年俸6500万なんで、はい、あのポランコ選手とかに比べるとリーズナブル、うん、で保険的な選手にはなる、もし本人が希望すれば。すげえな、ジャイアンツ6500万、うん、保険で使う。すごいね、お金持ってるよなっていうところで、僕なりの見解としてはパーラ選手8人目、うん、あるかないかっていうところで、はい、あるんじゃないか、あのね、結構世間的にはない方向に、まあ巨人もね、うん、あの以前前の話すると一度手放した外国人をまた再獲得するっていう話はないんですよ、うん、記憶にはないね、うん、で右膝の故障で出てた選手なんで、はい、まあ、そこら辺のね兼ね合いで、まあ、今回ないんじゃないか、うん、ただの本当にいたずらじゃないけど、うん、匂わせにもなってないんじゃないかっていう声が多いですけど、うん、ただ一度やっぱり日本でプレーしてる経験、うん、計算はできるっちゃできますから、はい、で前回は無観客の試合が多かったですから、うん、これがあんまり生きてないですよねこの盛り上がりがそんな影響するのかなムードメーカー的にも僕はね、うん、なくないかなっていう、うん、まあまあジャイアンツだったらありえるかな、うん、その保険説もな、はいはい、あこれで、補強完了というところでパーラでフィニッシュ、パーラでフィニッシュ、はい、ストップ、はいはいはいそうかなと、はい、いう感じでございますね今回は。わかりました、はい、はい、ということで、うん、パーラ、うん、巨人復帰あるのかどうかという回でございました、はい、明日も最強ベースボール動画オンエアですのでぜひチェックしてみてください。ありがとうございました。来年はね、お客さん入ったらいいな。あ、そうだね、それもちょっとコミッショナー的には不透明とか言ってましたけど、カープが強くなるからやっぱ入った時の方がね、あの応援がね、あー盛り上がるよね。ありがとう。何それ愛観はフェドローに輝く語呂ある。チャンネル登録お願いします。